はい、やりました。これやりましたよ皆さん。嘘でしょ。うわマジでやばい。わっ、めちゃくちゃリアルなゴルフしてるな。はい、ということで7番ホールパー3、名物パー3、周りが全部池のパー3なんですけども、180で打ち下ろし入れると160か、打ち下ろし入れてでも160くらいなので8番アイアンで行こうと思います。狙い目はどこら辺ですか。狙い目はピン2つ右くらいから、今の感じだとやっぱりフックしてきちゃうと思うんで、とりあえずなんかここは縦距離だけあって、なんか池は避けたいかなっていう感覚ですね。わかりました。お願いします。うわ、右行っちゃった。ショートしかも、うわ、思ったよりアゲインストだったかもしれないですね。いやー、むずいっすよ。やっぱ調子悪いと。でもなんかリアルじゃないですか。これをうまくしてもらうみたいな感じで。ちゃんと仕事変わってくから。どうもやっぱ捕まんないです。多分そうですよね。捕まんないし、多分今の逆にうまく入っちゃったね。やっぱさっきのちょっと自分でフィーリングテイクバックの感じ変えて、ちょっと戻ってきてるんですよ今までの感じ。だから思ったよりこうハンドファーストが強くちゃんと入るようになったから、今度クラブが落ちきる前、フェースも返りきる前に当たってる感じ。でちょっと薄く入ってて。でタフがちょっとティーよりちょっと前めにタフがついてて、はい、当たりも薄いし球も右に行くって、なんかまあ思ってた通りの結果にはなったっていう感じ。もう一応想定内のミス。想定内ですね。想定内だし、しかもこう今自分がさっきの一個前のセカンドから変えた感じで、こうだったらこうだろうなっていう球が出たんで、もしかしたらなんかちょっといい方向に行くかもしれないですね。15、16、まあ20弱ぐらいですかね。そんな球ですね。ここもちょっと右側にコブがあるんで、左に切れていくんだろうなって思うんで、ちょっと右狙って、でも足は出せるからそんなに球浮かそうとかは考えずに、そこまでフェースとかも開かずに行こうと思います。60度ですね、はい、あーやっぱ流されますね。でも距離はぴったしですね。そうっすね。まあ、そこまでのミスじゃないかなっていう感じで。ラインはどうですか。チョイスラ、ほぼストレートのチョイスラかなっていう感じで。距離的には朝練習してた大事な距離ですよね。そうですね。よりちょっと長めの2メーターなんで、まあそこまでなんか入る距離ではないけど、まあ頑張って入れたいなっていう気持ちでいきます。うん、ありがとうございます。なんとか耐えました。なんかいい方向に行ってる気がするんだけど、今のアプローチも感じ悪くなかったんで、ちょっとなんかちゃんと自分の中で3ホールいい感じを残して今日帰りたいですね。さあ404ヤードのパー4です。ここもちょっと左にドッグレッグしています。この木のちょっと右ぐらいから行こうかなと、行けばいいかなと思ってます。フェアウェイウッドですか。スリーウッドで、はい、フェアウェイウッドでいきます。あーすんごい右行っちゃった。あ大丈夫か。あやっぱちょっとスイング自体はちょっと戻ってきてる感じありますね。悪くない感じは見えて分かりますよ、うん、156の上り入れて161ヤード、8番アイアンでいきます。ちょっとアゲインスト、横からの風ですね。右からの風なので、ちょっとこうグリップを低い状態からテイクバックしたらすごいいい感じだぞ。あーごめんなさい、これは左です。うん、左です。グリーンちょっと奥ですね。グリーンの端に残ってるかくらいで、やっぱタフ見るとタフの向きはそんな悪くない。まあまあでも今ぐらいだったら許容範囲じゃないでしょうか。いやーこれは難しいですね。なるほど、段があるんですか。これ画面で伝わりますかね。
この山一個上にいる感じはいやこれどうしたらいいんだろう。すごいラインですね。すごいっすね。もうここはちょっと16メートルくらいあって、曲がり幅どれぐらい見てますか。曲がり幅はまあカップっていうかもうほんとピン1本くらいまではいかないけど、ピン半分くらい。そんな曲がりますか。曲がんないかも。ちょっと待ってそれよりも今すいません、もうこれが下りがすごいんですか。ここの計算だけですね。やっちゃってるかもこれ。全然いかない、思ったより早くない。決めます。よっしゃー、セーブ。あー集中したけど、ちょっと今ちょっと集中したぞ今。なんとかなんとかいいんです。結果的にパーなら何でもいいんです。ありがとうございます。なんかゴルフって感じ、もがいてる感じがパーだーとかできないもんな、なんかリアルすぎて。次取ったらやってください。やだよ。さあ最終ホール9番536ヤードパー5です。締めましょう。しっかりまっすぐです。見た通りのコースです。ここはねどっちに曲がってもあの OB でないワンペナなんで、もう思い切ってやろうと思います。どこら辺を狙ってますか。本当に今狙えるあれじゃないんで、ちょっと右のあの木の端からどうせフックするんだろうなっていう感じには思ってますけど。わかりました、お願いします。本当にね狙えるあれじゃないんですよ今本当に。ああやっとそれなりの球が出た。それでもあんな左だもんな。まあ大丈夫だとは思います。もうバーディーで終わりましょうよ。いやイーグルで終わりましょう。こんなこと言ってっからダメなんだよな。いやありがたい、あの皆さんにいろいろご指導いただきまして、今日だけでも僕は上手くなってます。日々成長、日々努力。ちょっとねなんかラフなんですけど、この何ですかこれ。つくしですかこれ。この子ねすんごい根が強いんですよ。てかもう分かります、これいくら倒してもピン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 ってこう立ってくる感じ。これめちゃめちゃこう食われる、本当に食われる。あの1番ホールのあのセカンドの3ウッド、はい、時思いましたけど、これすごいっすねこれ。まあでもドライバー今300弱ですか、そんなんじゃないですか。で残り240いくつなんで、さあちょっとボールは沈んでますけど、何番でユーティリティ4番ユーティリティ22度ですね。で残りが240ぐらいなの でアゲインスト多分届かないと思いますけど、近いとこまで行って3打目勝負。市川くんがキャディしてくれたんでそれでいきます。取ってください。いやもう頑張りますよ。頑張るよ。ほんと沈んでんの気になるな。ちょっと旗より右側狙って、あー入ってがね、あー届かないけど、まあまあ3打目勝負ですね。ほんとに強いこれ。あのちょっとハードなゴルフ場に来たいという方はもうここのコースほんとおすすめです。つくしちゃんが、つくしか分かりませんけど、つくしちゃんが元気元気元気。あのねさっきフェアウェイでも言いましたけど根が強い本当に。だからあのアプローチもこうバウンスがちょんと弾かれちゃう感じありますね。なるほど、はい今気づきました。もしかして僕これバンカーなんじゃないですか。バンカーでもリベンジしたいですね。リベンジしたいですもんね。むしろバンカーでいてくれぐらいの気持ちですよ今。バンカーからチップインとか
チップインとか全然なんかドラマチックでいいじゃないですか。チップインかド派手なトップでホームランか。まあ20ヤードぐらいなんで、まあ半分キャリーで半分転がれば。ただほんとスピン性能がいいから、うまく入るとちゃんと止まってくれるかなっていうイメージで。番手は60ですね。はい、ナイスアウト。あー、いかない、思ったより。いや、でもバーディートライ、よし、あざっす。これを入れましょう。やっぱ絶対テイクバックだわ。テイクバックちょっと直して全然フィーリング変わりましたよ。ちょっといい方向に転がってる気がする。なんか3ホールそんな悪くないゴルフしてますよね。そうでもないか。あ、俺か。そうっすよ。それはもう僕はあの僕はもう皆さんと会話していくスタイルなんで。すいません、ありがとうございます。ラインはどんな感じですか。またスライスなんですよ。スライス多いですね。しかもスライス5歩。動画を回収していくスタイル。この距離を練習してきましたから。そうですね、ちょっと上りですけど。あ、ごめんなさい。ごめんなさい。全然面白くないわ。ちょっと入っちゃった。まあまあまあ仕方ないですね。そして皆さん、あの外し事です。気をつけてください。はい、っす。ありがとうございます。リアル。こういう感じです。僕のゴルフは。ただ本当に上がり3ホールちょっときっかけをつかめた気がします。パーパーパーですからね。はい。いや、起承転結って感じでしたね。いい上がり方をできました。お疲れ様でした。いやー、結果的には、6オーバー42、ボギー2つのダブルボギー2つですね。はい、という結果になりましたが、どうでしょう。今後に向けたその改善点とかって。そうですね、まあ数え切れないほどあるのはあるんですけども、まあ自分で今日気づいた点で言えば、というかずっと課題なのが、まあ見ていただいた通りチーピンだったりちょっと左のミスがすごく多くなります。で、手もこう離しちゃう場面が、まあ、いくつかありましたけど、兆しとしては結構その上がり3ホールで僕としてはちょっとテイクバックの上げ方を変えてから3ホールパー3つ上がれたので、なんかそれが今後、まあちゃんと合ってるのかっていうことも気になりますし、他で言うと今日もチームでね、皆さんにいろいろご指導いただきましたけど、向いてる方が全然右向いてるよだとか自分で気づかない部分がかなりあったので、そこはやっぱりこう知らずにゴルフやってしまうと、何が悪かったのかっていうのは本質的にわからないままゴルフをしてしまうことになるので、そこも今後、ちゃんと自分が今どういう状態なのか、どういう体の状態でどういうコンディションでやってるかっていうのを教えていただきながら、改善して、半年後ですか分かりません、1年後ですか分かりませんけども、本当に今のこのゴルフから60代を目指していきたいと思っております。で、まあ、今後ですけども、今日初めてこのラウンドをしてみて、きっとこれからいろんな部門のプロの方々に自分のいろんなことを見ていただいて解決していくっていう動画が出ていくと思うんですけども、やっぱり一度自分のスイングがどうなってるかっていうのは本当に今一番気になるので、そこを見ていただきたいっていうことと、メンタル的にね、メンタル的にどういう気持ちでこのショットはやっていったらいいのかっていうのは多分プロの方が一番知ってると思うので、そこもなんとか見ていただきたいですし、そしてコースマネージメントの方もね、コースをどういうふうに見てどういう方向に打っていかないといけないかっていうこともそうですし、どういうミスだったら OK なのかで、今どういうクラブを使ったらいいのかっていうことも多分自分だと間違ってることが多いと思うので、そこも一度見ていただきたいなと思うんですけども、できそうですかね。お、こういう企画考えて一緒にやっていきましょう。ぜひ、もう本当に僕と一緒にこう皆さんも上手くなっていけたら、この動画のコンテンツの意味があるんじゃないかなと思いますので、どうかこれから温かい目で応援していただけたらなと思っております。ということで、本日の動画もご視聴いただきありがとうございました。これからなんとか上手くなっていこうと思いますので、応援のほどよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。
さよなら。僕の所属している部署はですね、主にプロゴルファー全般をサポートしている部署になります。だ簡単に言うとプロ担当の方に来ていただいちゃったってことですね。これはスイングどうこうじゃなくてティーショット一発でここまで来るとは思ってなかったですよね。いいことが一つもないですね、ここで。